トールヘールダール、トールヘールダール、ソーヘールダール、1914年10月6日から2002年4月18日は、ノルウェーの人類学者、海洋生物学者、探検家、1947年にイカダ船のコンティキ号で、ペリューのカヤオ港から、南太平洋のトワモトゥ諸島まで4300マイル、8000キロメートル弱の航海を行った。当時は、 ポリネシアの島々の住人、ポリネシア人の起源は謎とされており、ヘールダール自身も調査を行った。その結果、南米ペルーにある石の像とポリネシアにある石の像が類似していること、植物の呼び方が似ていることなどを踏まえ、ポリネシアの住人の起源は南米にあると論文で発表した。しかしこの説は学会からの反対にあった。当時の技術では船で行き来することなど、 不可能であるというのがその理由だった。1947年、ヘールガールとそのチームは、南米のバルサ材及びその他の地元の材料を用い、インカ帝国時代の船を模したコンティ記号を建造し、ペルーからイースター島への航海に挑戦した。巨石文化がインカ帝国から海を渡って、イースター島に伝えられ、同島に残るモアイ像が作られたことを実証しようとしたのである。 コンティキは、インカ帝国の太陽神ビラコチャの別名で、イカダは、インカ帝国を征服した、当時のスペイン人たちが描いた図面をもとに、設計された。コンティキ号は1947年4月28日に5人の仲間と1羽のオウムと共に出航し、栄光船によって、フンボルト海流を越えた後は漂流しながら、イースター島を目指した。一行は、 出港から97日目に、ドアモトゥ諸島のを冒険し、ポリネシアにたどり着いたが、出港102日目の1947年8月7日に、ドアモトゥ諸島のラロイア干渉で、コンティキ号は座礁した。ヘイエルダールは1948年に、漂流航海の模様をまとめた、著書、コンティキ号探検記を発表。同書はカ国語に翻訳され、 2000万部以上の大ベストセラーとなった。また、彼らの後悔を描いた長編ドキュメンタリー映画、コンテキは、1951年のアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞している。漂流には、当時、1940年代の広報機器やボートなども使用していた。また、アマチュア無線により、ノルウェーを含む、 世界各国との交信を行っていた根敵法概要。食料に関しては実験を名目にアメリカ軍から提供された保存食の他は海中から得た。ヘールダールはインディオの航海技術を立証するのが目的で我々がインディオになる必要はないと述べていて最初は保存食を用意して航海に臨むつもりだったようである。イカダのロープが波ですり切れるとか バルサが水を吸って沈没する図など、公開前に出された否定的な意見を見事に覆したことで評判を呼んだ。ただし、建造を急ぐため乾燥していないバルサを使ったのが、偶然に基地と出て、乾燥したバルサを使っていれば、海水の吸収が早くて沈没していた可能性があるとヘールダールは認めている。1964年には、 南太平洋の探検の功績に対して、王立地理学会から、金メダル、パトロンズメダルを贈られた。また、1969年、アステカ文明は、エジプト文明と類似しており、エジプトからの移民が作った文明ではないかと考え、古代エジプトの足製の船に、大西洋を渡る能力があることを証明すため、パピルスと呼ばれる足で作った船、で、モロッコのサフィから、 カリブ海を目指した。ラーゴーは 5000km を航海したところで破損したが、1年後のによる再挑戦ではカリブ海のバルバドス島まで到達した。なお、この時の航海には日本人カメラマンも同行した。1977年にはアシブネでイラクからパキスタンのカラチを経由し、アフリカ大陸のジブチまでの航海に成功している。 この航海によって南米からポリネシアへの移住が技術的に不可能ではなかったことが実証されたと一般には思われているが南米大陸の太平洋側にはフンボルト海流という強力な海流流流れており風上への高層能力を持たないイカダではフンボルト海流を越えてポリネシアへの貿易風に乗ることは困難である実際根的号は軍艦に栄光されて フンボルト海流を越えた海域、陸地からおよそ 80km から漂流実験を開始しており、この点をもって実験公開としての価値はさほど高ないと指摘されている。現在、人類学者、考古学者、歴史学者、遺伝学者などほとんどの研究者は、考古学、言語学、自然人類学、文化人類学的知見、及び遺伝子分析の結果を根拠に、 南米からの植民はなかったとしている。ポリネシアへの植民は、ポリネシア人が考案した風上への構想能力を持つ公開カヌーを用いて、台湾から東南アジア島諸部、メラネシア、西ポリネシア、東ポリネシアという順序で行われたと考えており、風上への構想技術を持たなかった南米の人々が自力でポリネシアに渡った証拠はないと考えている。その一方で、 本当に、フンボルト海流をイカダで乗り越えられないかどうかは、不明だとして、ヘールダール説を擁護する意見も存在している。特に、コロンブス以前からすでに、オセアニア一帯で、中南米原産のサツマイモが栽培されていたことから、南米から、ポリネシア方面への文化的影響は皆無では、なかったとする意見である。だが、この点についても南米先住民がポリネシアに公開。 したと考えるよりは、ポリネシア人が南米大陸に来航して、サツマイモを持ち帰ったと考える方が自然であり、現在のところ研究者の大半は、そちらの仮説を支持している。また最近になって、カリフォルニア大学バークレー校の言語学者、キャサリン・クラーラは、北米先住民チュマッシュ族とポリネシア県言語の語彙比較及び出土物の放射性炭素年代測定ら、 ポリネシア人と北米先住民の文化接触の可能性を指摘した論文をカレント・アンサラ・バラジー氏とアメリカン・アンティキティ氏に投稿し、いずれの雑誌でも査読者の意見は割れたが、最終的にアメリカン・アンティキティ氏に受領されて2005年7月号に掲載された。ただし、この論文では、 ポリネシア側からの文化接触の可能性は、示唆できても、南米側からの能動的な接触の証拠にはならない。また、アステカ文明とエジプト文明との類似についても、それぞれの文明が発生した年代が離れすぎており、類似は偶然に過ぎないという説がほぼ主流である。特にピラミッドに関しては、技術が未発達な段階において、そこまで巨大な石像建造物を建設するには、 どうしてもこの形にならざるを得ない、垂直に切り立った石壁とするには、ピラミッドよりも高い建築技術が必要であるための、類似であると考えられる。ただし、ミトコンドリア DNA ハプログループ X 及び Y 染色体、ハプログループ R1 の不可解な分布は、エジプトヨーロッパからアメリカへの移住が存在したとする、彼の説を支持する、可能性がある。このように、ヘールダールの学説には、 否定的見解が優勢であるが、自説を実証するために冒険を行ったヘイルダールの業績自体は高く評価されている。ポリネシア人の東南アジア紀元説を主張する学者たちからも尊敬の対象となっており、例えばこれまで唯一、オリジナルの古代ポリネシアの公開カヌーを発掘するなどの業績を持つシノトビコモカレーの敬意を明言している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。